やるなと言いたいとこだが。くそ、まだ浅いか。すぐに復活しやがる。やっぱり私たちだけの力じゃ。ジョージ、僕は。お前が真に守るべきものは誰だ。守るべきものの意味を履き違えるな。お前も誓いの言葉を口にしたはずだ。先生、自信を持て。今日からお前も一人前だ。今度はお前が誓いを宣誓し、子供を守り育てる番になる。僕、結婚できるかな。長次、お前がアスマにいつも何が足りないって言われてるか分かってるな。お前は仲間思いの優しい男だ。だからこそ誰よりも強い忍びになる。自分にもっと自信を持てる。自然になんとなく変わっていくんだと思ってた。大人になってけば自然と心も体も強くなっていくと思ってたのに。誓いはただの儀式だと思ってたけど。ジョージ。さあジョージ、宣言の時だ。誓いの言葉は知っているな。我ここに誓う。秋道十六代目当主として十五代目より託されし誓いを十七代目へと成りゆくわらべへと託す。我秋道長次は山中なら両一族を守り、木の葉を守るため、いざさなぎから蝶へと長次。そうだ長次、その顔だ。サナギの殻が思ったより硬かったか。さて、こっからは飛べるな。もちろんやるぞ、イナ。来い、イノ。若手新伝説戦隊の術。これではかわしようがない。ナイスだ。その顔だ。それさえありゃ、お前は誰よりも強い忍びだ。今は誰よりも自信満々のいい顔してやがる。お別れだな、アスマ。シカマル、イノ、そしてジョージ、お前らにはもう何も言うことがない。まさに完璧なイノシカ長だった。先生。アスマ。アスマ先生。
よく頑張ったな。行こう、二人とも。ジョージ。僕がこの戦場を終わらせる。だからシカマル、イロ、協力頼むよ。ああ。ジョージ、あんたと今までいたけど、これまでで一番説得力があるわね。